った。よっしゃ。おはようございます。今日はね、3日目なんですよ。で、初日のエリアとこれほとんど同じエリアなんですけど、香港から少し西の方ですね。で、この磯は特にこう、大きな霜がたくさんあるんですよね。で、水の中にも霜がたくさんあるわけですよ。それで今日は南洋チヌをするんですよね。この南洋チヌはね、ものすごい突っ込みが強いんですよ。それを耐えれたら取れると思います。香港特有のこの底の方にね、やっぱりその藤壺とか牡蠣とかついてますからね、ラインがあったらすぐ飛ぶんですよ。だからこういうイソリミテッド、ちょっと先調子なんですけど、ローにすごくパワーがあるわけです。突っ込めば突っ込むほど、それを止めた時には魚がその分倍返しでね、弱り早いんですよ。もう耐えたら勝ちです。まあ、今日今からどうなるかは分かりませんけど、この竿を信じてとにかく勝負しますよ。よっしゃ、やりますよ。ドキドキするな。すごい霜りが生えてますね、下に。やっぱりこういうね、霜りがすごいたくさんあるところにいるんですよね。だからそこがすごい荒いんですよ。もうガタガタですよ。この魚はやっぱり根のそばにいますからね、なるべく根の近くの方がいいんですけど、こうあまり長く流すんじゃなくて、餌が上から落ちて少し待って、その繰り返しの方がいいと思いますね。あまり流した時はどうしてもやっぱり根がかりしますね。これ今使ってるタックルはですね、竿がイソリミテッドの 1.75 ですね。それとあのリールが DBX テクニウム C3000 DXGS、 P ラインがリミテッドプロE-G5 プラスですね。それも 1.5 号ですね。針数はもう4号です。もう針はまあ3号ですね。それでいってます。大きな霜りとその大きい霜りがあるんで、その間は今流してるんですけどね、もうすぐ根がかりしますね。まあああいうところにいるんですけどね、もうとにかく根がかりを押されずにもうどんどん攻めていく。で、今P がですね 1.55 ですからね、もう3号4号引っ張っても P 勝ちますからね、もうあまり恐れずにバンバン攻めた方がいいと思いますね。特にこの白チヌとか南洋チヌとかね、南クロダイ、そういう魚にはね、この P の 1.55 なんかはもう最強ですよ。これよ。先ほどのポイントはね、ちょっとまあ餌取りもきつかったんですけど、あまりこう反応がなかったんで、こっちのポイント変わったんですけど、ここは磯の状態もすごいね、南洋チヌつきそうな磯で、潮の流れもあるし、ここはなんか出そうな感じですね。夕まずめだったら結構そこでドンときそうな感じしますね。まあそれまでこう餌を貯めて、ちょっとこうポイントを作る感じですかね。どういうわけやっぱり幼児、まずめですかね。日本のチヌも一緒なんですけどね、4時ぐらいになったら杭が立つんですよね。夕まじめですかね。もう別世界になるんですよ。さあ口を開けて待ってるか。この辺や、いいとこ入りました。さあいい感じになってるんですけどね、この P はね、ほんと風が吹いてもね、全然問題ないんですよ。風が吹いたら風の吹いた膨らまして当たりを取ればいいわけですから。ほんでそういう当たりが取れない時には穂先で当たりを取ればいいわけですからね。南洋チヌ出てこいや。今だったな。よっしゃ来た。よっしゃ来た。
何をチヌか何をチヌ、ほらやったかけた、これですよ。サイズ的にもまだ小さいんですけど、やっぱりねパワーありますよ。普通のチヌならはるかにあります。だからこれがもうおそらく50とか言ったら、おそらく格闘技と一緒ですよ、戦いですよ。このサイズあれですからね、37前後ですね。南洋チヌの特徴はですね、背びれから側線までちょうど中央あたりですね、鱗がですね3倍半なんですよ。これが特徴ですね。ね、気分がね少しやっぱり楽になりましたね。こういうね、あの浮遊物ある場合ね、警戒心なくなるんですよね。こういう時にね、割とこういうとこ、この下を攻めた時に当たることが多いんですよ。まだ諦めてないからね、あれは。やったやったろ、ね、なめんなよ俺を。よし来た。チヌか。よっしゃ、粘りが強い一匹釣ったぞ。チヌも南洋チヌじゃないけど、今投げてもうチヌと同時ですね、ふっと乗ってきた感じですよ。一気に乗ってきて、あ、引きがちょっと弱いかなと思ったんですけどね、本チヌですよ。まあだけど一生懸命ねこうやってやったら、たまたまこれチヌですけどね、出ますから。当たった、あ、外れた。くっそー、なんで外れるんや。今頃だって当たりだしたな。よっしゃ、当たった。お、当たった当たった。よっしゃ、これみんなチヌやな。完全に杭が立ったね。あの一気に底近くでグンと乗ってきましたね。すごく稼ぎ良くなったですよ。もうね、竿の角度をね高くしてね、あの山より上にしたらね穂先見えますからね。このぐらいですよ。おそらくこれでぐーっと乗ってから合わせた方がいいです。チヌやね。夕方のラッシュですよ。真面目ですね。やっぱり出ますよ。香港のね、3日間の釣り、まあ無事に終えることができました。あの初日はですね、香港の西の方の磯なんですけど、白チヌがですね、もう50センチ以上が2枚も釣れてね、もうびっくりしたんですよ。まさかこんなにね早く夢かなと思わなかったんですけど、良かったです。まあ2日目はね、香港の東の方に行って、もう渚ですね、これチャレンジして、まあ日本と同じようにやっぱり型のいいやつも出るし、数も出るし、やっぱすごいいいとこをね、いい場所を発見しました。香港の人もね、そういうとこをチャレンジしてください。まあ3日目はですね、ここまで来たらもう白チヌ、オンチヌ、南洋チヌをねチャレンジして、前半悪かったんですけどね、
後半なんとか1匹出しました。でまあ夕方はね本州の、まあ、ダッシュでね当たってですね、本当楽しかったですよ。香港はですね、チヌが多くてね、素晴らしいフィールドですね。本当に3日間ね楽しい釣りができました。香港最高です。